一番最初はね、みなものとも静かに。土屋さんの本拠地の福島、あそこの麹島っていう場所、あそこで私ね、目が悪くて電車に乗れないもんだから、東急霧島で宮崎まで行って、宮崎からバスを利用してね、麹島に行ったんですよ。あ、やったーと思ってたの。その麹島に来てたらね、若い25歳の男の子が自転車で来たんですよ。へーと思ったら、おいちゃん、ちょっと見てよ。で、後ろのナンバーのとこ見たらね、九州沖縄一周旅行中とか言って、ほんで福島のあの馬のとこまで上がって今降りてきたっつって、足がフランクなんですよね。ああ、鳥の岬と思って、ほんでその1週間後かにここのとこで会ったんですよ。宮古島でね、野口大先生に会いましてね。トレック、うちの裏が、うちの裏往復の夜ですよね。そうですよ。でしたかね。250キロぐらいあるじゃないですか。いや、往復で140キロ。140キロ。まあとにかく宮古城からあそこまで往復されるんですよ、自転車で。あの平坦ならいいですよ。上がったり下がったでしょ。僕昨日空港の水戸の坂を。隼人からあの空港の坂をずっと越えてやがったけど、何回も休みましたけどね、やっと登り切って大坪さんに行きました。でその晩を大坪さんに飲み行こうつって、カラオケ行こうつって誘われました。で今日でしょ、チカチで歩くの大変ですよ。もう飲んでるだけでもうこの半分以上もう酔っ払ってますけどね。もうそんな飲んでるだけで半分以上足が振ってもいや本当ね、もう今大変なんです。でもおかげさまでね、糖尿はね、上が4238、血糖値が低いですね。優秀なんですね。それで血圧が上は200、下は100だったんですよ。でもこの間測ったら血糖値が下が98、そんで血圧がもう90代、上がでしょ。下が50代ですか。危ないぞ。病院行ったら先生がびっくりするんですよ。A1C って言って、A1C が僕前は12やったんですよ。そこはこの間入ったら 6.8。先より短いな。先生のおかげで。そんなこと言ったら失礼だ。まあそんなことで、野口社長に、ね、本当ありがとうございます。運動させてもらいます。宮古で中途半端にですね、僕の野口さんを真似してやるんだよ。決意を願ったんですよ。ついでにですね、はい、ちょっと去年まして、今年を5月の25日の日曜日にですね、私は四国の愛媛県の今治でですね、サイクリング大会があるということを中の記事で言って、で申し込んで行ってきました。100キロコースというのはですね、今治から島並海道の橋をこう渡って、まっすぐ行けば尾道に着くんですけども、途中の大三島というところを一周してまた今治に帰るというコースでしたが、橋を渡るんでしょ。そして、出発の時ですね、遠来所で遠くから来た人は黒さんということでですね、表彰に5人、一番北は北海道から来て、それから富山から来て、それから熊本、宮古の城、あともう一人5人表彰を受けました。記念品をいただきましたけど、あそこはタオルの産地でハーブを書いたところでした。非常にいいコースでですね、楽しい。1300人参加者、もう県市挙げてのですね、一大イベントで、10月には世界大会があると、3000人規模の世界大会。もし締め切ったら、もしこの後でも締め切ったら、来年の年齢層は2000元、はい、通じると時間を、どうもありがとうございました。
大丈夫です。ね、来てみよう。来てくれました。ありがとうございました。いや、まだ30分ぐらい。で、時間まだ残ってるんですよ。ピアノの移動のために。で、やっぱりちょっとここ回させる時あると思うんで、ずっと待ってました。まあ、大ホールから2分。はい、大丈夫です。でもさ、ピアノの移動があるの、行こうか。いやいや、若い人だけ頼んでるんだ。あ、すごい。あ、じゃあ行かないでください。むちゃくちゃ。生ピールカーで。すいません、遅れましたけど。ここでいいですか。お疲れ様でした。どうぞ。お疲れ様で。あの、雨もですけど、今ちょっと若干降ってますけども。はい。よかったです。助かりました。金瀬のお金がいいんですか。金瀬のお金が、私はそのみんなに今に言ってもらってるんで。弱ビールは甘いぞって。ですです。はい。お疲れ様で。かっこよかった。ピクシャーね。乾杯の準備をお願いいたします。すいません。あ、乾杯だ。あ、乾杯だ。あの、皆さん入ってらっしゃ、あ、もうすでに入ってます。初中になってますね。今、一応、乾杯の練習は知ってます。練習にしてはかなり顔が練習されてないぐらいでした。日焼けです。日焼け、僕らは日焼けです。日焼け、頼んでないんで。いや、だって3時半ぐらいいつも5時に出発するように。5時に出発、あの朝メーターがついてる。今朝も二股まで行く。メーターって何のメーターですか。その距離、あの今のあのスピードと、それから今日あの関さんの距離と。ああ、そうなんだ。感じないんですよね。今度社長に教えてもらって、また小道具を揃えない感じ。あ、もう一回失敗です。7時のニュースを。そしたらほら、美容の朝早く昼から先ぼーっとしてるんですよ。あ、こいつらどうも30年余りです。いっぱいでも自転車いいですよね。そうです。